バカよあなたはは、サンミュージックプロダクションに所属する日本のお笑いコンビ。以前は、コレクションエンターテインメントやオフィス北野に所属。新藤龍、水ツッコミネタ作り担当。立ち位置は向かって、左。平井、ファラオ光ボケ担当。立ち位置は向かって、右。主に漫才。客と店員を演じるコント漫才や、一つのテーマに沿って、ファラオが、口頭無形かつ淡々とボケて振動が突っ込む漫才などがある。スタイルはたくさん感を取ることも多い。ゆったりとしたテンポが多いが、結成初期のネタは今より普通の速さだった。ネタ作りは主に振動が行い10本ほど作って、ファラオに渡し、ファラオが読んだ上でどれをやるのか話し合って、決めるのが主なネタ決定の流れだという。ファラオから NG が出ることもよくあるという。なお単独ライブなどでコントを演じることもあり、2015年のキングオブコントでは準決勝まで進出している。要潤が好きというネタがあり、DVD、バカよあなたは引く、第4回単独ライブ-の発売記者発表で、ように VTR で激励されたこともあるが、ファラオはあくまでネタでいじらせてもらっただけで、素晴らしい俳優だとは思っているが実際に、そこまで好きというわけではない。なお、このネタができたきっかけは、ファラオの日常で、要潤という名前が頭から離れず、振動が、それならネタを書いてみたらいいかなと思ったことから。過去のレギュラー出演過去の、出演番組特別番組バラエティ番組ネタ番組、単発出演現在の出演過去の出演。ありがとうございます。